新潟県新潟市中央区西いる船町西海岸公園にある川村おさなりの像。川村おさなり明治十一年四月八日は江戸時代の武士、宝術家、川村おさとみの子。幼名は鎌五郎。通称は小五郎、清兵衛。号は聖祭、暇祭。神は津島守、生き守る、田島守子に川村木本。 洋画家、河村清は孫である。同僚の五庭番、秋田茂正は、義理の兄弟にあたる。文化十三年、二十二歳で、古住人格五庭番となる。文政十二年、両番格五庭番、天保四年まかない頭になり、天保十年を裏五門切れ手番に昇進。天保十四年、長岡藩の領地であった、新潟港が修航され、 天領となると、その初代新潟奉行として任命された。新潟では、砲術の知識を活かし、大砲を鋳造し、対外防衛を推し進めた。また、新潟の風俗を絵画や随悼などで後世に残している。以降、嘉永5年まで、奉行の役目を務めた。その後は、堺奉行、大阪町奉行と転身し、安政2年、長崎奉行に就任。その後、 小普請奉行や西丸ルス居などを務めた後、現時元年に、高齢のため、寄り合いとなる。慶応三年次男の木元に家督を譲り、暇祭いと申した。明治維新以降も東京に留まって、余生を送り、明治十一年に八十四歳で没した。大正十三年、正五位を追贈された。後年、河村家の子孫は、家に残った資料を、江戸時代ののは、 新潟市歴史博物館に、明治以降は江戸東京博物館にそれぞれ寄贈しており、新潟市歴史博物館には、おさなりの肖像画や、おさなりが三百両で、病賃に作らせたという腹巻きなど、ゆかりの品々が所蔵されている。おさなりは、当時の老中、水野忠国の後ろ盾を得ており、そのため出世も順調であったという。姉のただが御庭番の名家であった。 民学家についでおり、当時勝手方、勘定奉行も歴任するなど、相当の地位を確保していた、同じく五庭番出身の明餅持村が、忠国におさなりを推薦したとも言われる。河村おさなりの造船598年により、長岡半領であった新潟港では、動物が安価で売られており、薩摩からの密貿易によって運ばれてきたのではないかという風文が流れていた。 幼なりは真偽を確かめるべく、雨メに扮して、新潟に潜入し情報収集を行ったと言われる。明治維新後、孫にあたる河村紀夫が証言しているほか、小松茂雄も、新潟市史に収録されている文書、北越施設、北越施設復元から、小庭版を指揮して捜査させたか、自ら新潟に赴いて調査したと推定している。1843年6月17日、 川村おさなりは江戸城で新潟奉行の事例を受け、新潟に北海防衛の拠点づくりを進めるよう指示された。幕府の意図としては、日本海近海に出没し始めた異国船に対する防衛拠点を新潟に構築することだった。川村おさなりの就任150周年を記念して、おさなりの砂防植栽の功績を称え、1993年12月、 新潟市西海岸公園に銅像が建てられた。制作は新潟市出身の彫刻家、高橋博士氏。ありがとうございます。